こんにちは。こんにちはさっかのしげのぶです。演出家のどです。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、トリリオンゲーム第7話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いしますあ。いよいよメディア帝国を作るというところで、でね、まず報道を選んで進んでいくと。<laughs> うん と,いうところですね、うん、はいなんかちょっとあれですねなんで報道を選んだんだみたいなところにちょっと本心がはるくんの本心が見えそうで見えなかったかなというような <laughs> ところでしたかねはいきましょうかはいえー、10分、はいえー、はるさんとがくさんがクヌギさんをねはい口説き落とすところはい はいえーこね、背景の当たる相手を変えようとするっていう強い行動と綺麗な交流のあるいい演技だったと思いましたね。うん。よかったと思いましたね。そうですね。まあ、毎回ちょっとジャンルの違う人たちを、まあ、仲間に引き入れていくっていうところですよね。そうだよね。味方を増やしていって、その業界に乗り込んでいくっていうところですよね。いやー。で、次が19分。はい ガクさんとリンリンさんのこの先大丈夫かなっていうところだよね。うん、なんか少しずつずれが出ていくような、こう、これからドラマが起きてきそうなっていうような、まあ、交流だよね。うん。あのいい演技でしたね。ま絶対なんかこう、まあ、火薬庫になりそうなところですよね。うん。毎回ちょっとここに火がつきそうでまだつかないみたいなところ、ね、っていうところですよね。 ああでもまあねこう最後からさいさ最初最初からさ、うん、あの最初がこう未来の話からこう戻ってっていうところだから、うん、あそこを考えるとなんかこういうズレがまあでっかくなるんだろうなっていうところだよね多分ね,<で>ねまあ繋がりそうではありますよね。ねうん、そ,うそうなんですよねでやっぱハルさんがどうしても本心をまだ言ってないんじゃないかみたいなところがあるから。うん ねそこもまたちょっと惑わされつつあるところですよね。そうなんだよねうん、うん。そこも面白いところですよね。はい、えー。次が31分。はい、えー、はるさんが、まあ、くぬぎさんに本当のまあ目的を伝える。 ところまあ、うん、それが本当かどうかっていうのはまたちょっとね分からないところなんだけどね。そうなんですね、えー、でそれを、まあ、陰で聞いているガクさんとリンリーさんのところっていう、まあ、その後のスポンサーへの対応のところもまあなんだろうだん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 やっぱりこうずれまあ今回はこれがね最後にはこう解消される方向に向かっていくんですけど、うんまあ、だんだんこういうすれ違いっていうのが今後もだん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 出てくるんだろうなって思う。 とこだよね、でもまあすごくあの綺、ー、麗な交流になっていて、えー、体に響いていていい演技だったと思いましたね。そうななんですよねなんかこう、ちょっと真実にたどり着けそうで、やっぱたどり着けないというか、うん、なんかやっぱハルさんがまとってるベールがたくさんあるというか、やっぱ本心をなかなか見せてくれない人物ですよね。うんうん、そうなんだよねそ、うん、そうそうなんですよね。だからまあ読めないというか。うん、ね うまく交わされてるっていうか、なんかそういう感じがすごくするっていうところですよね。でもやっぱなんか持ってそうですよね。うん、そうだよね、うん。なんかこのニュースとか報道、うん、ジャーナリズムっていうのを最初に選んだところにも、なんかすごいこだわりというか、個人的な何かがありそうだけど、うん、まだそれは明らかになってないってところですね。うん、はい。はい。はい、で、次がラストですね、38分。はい。で、ハルさんと、まあ、スポンサーさんのところですよね。はいはい まあ強い行動のある、まあ、ねじ込んでいくみたいな交流ですよね、こう全然引かないっていう、言葉は全然違うことを言ってるんだけど、うん、引っ掛けながらずっとこう相手を動かし続けるっていう、ういい演技でしたね。で、そ,でね、まあそれが終わってからね、その後の団結するところっていうのも、またいいとこですよね。うんうん そうですね、あそこはやっぱいいカタルシスになってますよね。う,ん、そうね、見てる側としてもそう、本心が分からなかったところをうまく裏切ってくれたっていうところですよね。うん、そうなんですよね。あれでも良かったですね。あのあの回転テーブル中華のターンテーブルで <laughs> あの、スマホを充電しながら <laughs>。 あの要するに爆弾ですよね。すぐ<や>に爆破するかもしれない、ねえーえー。ボンバーマンでね。ね <laughs> <laughs> お互いにまあ弾けない状態にあって、そこで、うん、まあ馬鹿し合いをするっていう、どちらが飲ますのかっていう勝負をしているっていう。いや、いいですね。いいあのスラ自体が面白いですよね、あの設定自体が。そうだよね。 面白いですね、あれはね。そう。あの、言葉上でのやりとりだけじゃなくて、物理的に形として、絵としてそれが見えるっていうのがやっぱ面白いところですよね。<laughs> 実際にその爆弾のやり取りをしているっていうところですよね。いやー、面白いね。いやー、あれ面白いですね。うはい、そう。そしてまた、そうですね。あの、ドラゴンバンクは、社長がまた美味しそうなもの食べてましたね。そうだったね。<laughs> ねもう、あのレベルになると、もう呼ぶんですね、職人さんもね。 お店に行くとかじゃなくてね。いや、ほんとだね。うまそうな大トロなのかな、中トロなのかなねえ、<laughs> ねわかんないですけど。<laughs> いや、ねえ、そうですよね。うん、あの、パクって食べちゃうのがね。まあ、まさにってところっすよね。いや、そうだね。四四方が買収をしていくんだっていう、うん、ええところっすよね。いやー。うん、ね今ももう7話ですから。 ねえ。八九十とかで、ま、直接ぶつかり合うんでしょうけど、いや、そこもまたやっぱ楽しみっすよね。そうだね。ああ。いや、どんな、ね、こう、張ったりであったりとか、起点を聞かせて、こう、相手を出し抜くというか、うん、いうところですね。がちょっと楽しみっすね。そして、まあ、ハルさんとガクさんの関係性が、 どうなっていくのかというか、あと一見二人が離れているように見えるところのまあ、決着がどうつくのかみたいなところですよね。いや、そうだよね。ねがちょっと焦点になってきますよね。うん<ー>。そして、稽動員さんが怪しい動きを見せているという。見せてるね。だいぶ見せてる、ね。<laughs> そうですよね <laughs> <ー>。うん。いや、それもまた。<laughs> <laughs> ね、どうなんだフェイクなのかどうなのかみたいなところですね。うんと楽しみですね。はい、そんなトリリオンゲーム大なのは、はい、ちょっとベストシーンを上げていきましょうか。いや、もうこれはもう最後でしょう、38分。はる、い、さ,んさ,んさんとあのスポンサーのんのところのね、そのこの強い行動のある、強い交流、うんえー、ロシアンルーレットみたいなね。いやそうですねあ。絶対引かない強い演技ですよね。うん あ素晴らしかったと思いましたね。緊張感もあるし、ううんえー、次元爆弾もあるしっていう最高でしたね,ね。まさしく次元爆弾のシーンです。爆発するかもしれない爆弾をお互いに押し付け合うっていうところ。ね、お互いの利害が真っ向から対立するいいシーンだったですよね。うん、いやまたちょっと自週以降も楽しみですね。そうだね。はい、というわけでトリリオンゲームの第7話でございました。ありがとうございました。 はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。